こんにちは、クラスオンクラウドの鈴木でございます。今回のテーマは、上位5%の学生のためにという話題です。随分排他的じゃないか、面白くねえな、というように思われる学生も少なくないのかなと思いますが、現実問題としてですね、当方のネット上の承認図紙とクラスオンクラウドスカイプと題しまして、今年の5月から開始させていただいたんですが、今関わっている学生の並びがですね、これは別に意図的に排除したわけじゃないんですよ。結果的に見てみたら、やっぱりそうなってしまうのかというところで、学生の学校の並びを見てみると、灘、麻布、渋谷幕張、浅野、江戸川砦などなどと。こういう並びなんですね。で、中学受験の世界の中では上から下まであるかな。上からトップ、灘はトップですかね。から、真ん中ぐらいまであるかなという感じなんですが、高校受験組の学生からしてみれば、もう、なんていうのかな、雲の上の領域の学校もばかりっていうところもありますよね。で、僕は、例えば公教育、高校受験組を排除しているわけではないんです。でも、結果的に見てみれば、やっぱり、親子で、とりあえず中学受験をする時点で親子で二人三脚のところありますよね。で、さらには、上の方の学校に通う学生でないと、こういうものに対する理解ができない、実践できない、使いこなせないというところはあるのかな、というふうに思わざるを得ないところがあるんですね。でもっと言うと、コミュニケーション能力も高ければ、そういうところは感じざるを得ないところがあります。で、5%という数字はどのくらいの規模かと申しますと、毎年大体100万人弱の学生が生まれます。そのうち、半分が大学に進学するんですね。で、その中の上位10%というのが全体の5%ということになります。ちなみに、全児童の、なな、の学生のな中で、中学受験をする割合は確か11%とか2%ぐらいです。で、そこから半分っていうところから見てみても、やっぱり6%から5%。やっぱり5%という数字になるんですね。で、具体例として、引き合いに出したい話題があるんですね。4つほど。ギリシャ通学費、一つはギリシャ通学費の話題です。苦悩する EU 官僚と、庶民層の対立と、事情を全く分かっていない、感情だけで反応してしまう庶民層との対立軸。で、二つ目は、世界恐慌時のに暗殺されてしまった高橋是清、あるいは自分の意見が聞き届けられず、そのまま問視していったケインズの話。二人とも天才と称されています、今では。特に高橋是清は FRB 議長バーナンキの研究テーマの一つです。で、3番目。やっぱり受験勉強だけになってる学生はダメだなと、つくづく思うということなんですよね。視野が狭い。そして頭が硬い。よく、感じますね。で、言われたことしかやらない。で、残念ながら、こうじゃない学生っていうのはやっぱり5%ぐらいかなと思います。で、最後に吉田松陰と彼が開いた松下村塾ですね。この前 NHK で、特集がされてたんですが、僕もびっくりしたんですが、自分のスタイル、その指導スタイル、性格などがですね、吉田松陰とそっくりなんですよ。で、最後に持ってこうと思いますが、後でお話しします。で、まず一つ目、苦悩する EU 官僚、庶民層という話ですね。で、いえいえ、ギリシャ通学費で今起きてしまって、今、話題に上がるのは主に3国ですね。ドイツ、スペイン、ギリシャですね。で、スペイン、ギリシャはドイツからの財政支援を受けると、要するに国債の買い入れをしてもらおうということを考えてますよね。で、実際の話として、
債権放棄をドイツがしてしまうと、ドイツ側としても資産を失が失われるということですから、できれば貸した状態にして立て直した方が、あるいは買い入れた方がいいんですよね。で、長期的に見て立て直しした時に後で返してもらうというのが一番ベストなケース。ところで、そもそもなんでユーロ通貨圏というのは、統一通貨圏というのを作ろうかという話題になったかというとですね、主に2つあると思うんです。で、1つは同情の余地がある、アメリカっていう化け物みたいな国、あるいは経済大国に対して、対抗する経済圏を作ろうと、統一経済圏を作ろうというような気持ちが、思惑、あるいは、幻想があったと思うんですよね。で、EU のシステムっていうのは、欧州中央銀行 ECB が、統一の金融政策当局として一つあり、他方で財政政策当局っていうのは各国が持ってるわけですよね。もうこの時点でおかしいんですよ。で、自立した経済政策を取るためには、やはり各国が金融政策当局と財政政策当局を持ち、各国が自国通貨発行権を、通貨発行権を持ってなきゃいけないんですが、通貨発行権を当然持ってないですよね。ECB が持ってますから。で、各国は金融政策当局を持ってます。ECB に委ねてしまいましたから。で、そうであれば、財政政策当局も、統一化しなきゃいけない。でもそんなことはさすがにできませんよね。国を越えてというところでもう矛盾してたんですが、でも作ってしまったと。なぜか、やっぱりアメリカの家の恐怖心っていうのがあったと思うんですね。で、もう一つは、文化を共有し、できるだろう。したいと。丸山正夫に言わせれば、神聖ローマ帝国の復興と。で、あるいは、同じラテン語圏として、まあ地域限定ですけどね、ヨーロッパっていう。グローバル化することで、まあ要するにコスモポリタニズムですよ。世界市民的な発想ですよね。いうことで、互いの垣根を越えてみんなが助け合うことができるんじゃないか。それが理想じゃないかと。みんなで頑張ろうよということを、主にエリート層、知識人層が、その価値観を共有してたわけで、で、それによって実現したのが統一通貨圏ユーロだったということだったんですよね。まあ結果蓋を開けてしまえば、ちょっと勇み足だったかなというところで、今や、取り返しのつかない状況になってしまっていると。一人勝ち状態のドイツですら失業率 20% と、もう尋常じゃない数字ですよね。これは下手な小アジアのような途上国であれば、まあ、当然、チュニジアではジャスミン革命が起き、エジプトではエジプト革命が起き、シリア紛争が起き、みんなあの辺失業率20、30% ですから、クーデターが起こってもおかしくないような失業率なんですよ、これは。とんでもない数字なんです。それが一人勝ちのドイツですら起きている。なので、ユーロ発行以前よりも悪い状況だと思いますね、これは。これに関しては。で、他方で、要するに、エリート層、知識人層は、共有して、ヨーロッパ全体で立て直そうということを必死になって今頑張ってるわけです。で、この理想は、とりあえず現実問題として起きてることっていうのはひどいですが、この理想は、やっぱり、尊ばれるべきものだったと思うんですよね。で、少なくともみんなで助け合おうっていう思想自体は、決して悪いものではない。まあ、ちょっと甘いところありますが、他方で庶民層っていうのは、例えばドイツの庶民層からしてみれば、なんでドラ息子、ホート息子のスペイン、ギリシャあたりに対して、面倒見てやんなきゃいけねえんだと、使い込んだあいつら悪いんだろうというようなところで、つまりナショナリズムが先行してしまう形でコスモポリタニズムっていうところになってないんですよね。で、ギリシャ通貨危機以降であらわになったのは、結局のところ、コスモポリタニズムっていう幻想で、でしかも、とはいえ、エリート層たちが何とか立て直そうとする思惑に、しているのに対して、まあ、感情から反発しているだけであって、理解しようとすらしてないというのが、あらわになっている現実があるわけですよね。まあ、こういう話題が一つあります。で、二つ目は、残念ながら226事件で暗殺されてしまったケインズを超える天才と言われた高橋コレキオ。
世界恐慌の時に、金本位制が崩壊します。その後積極財政と金融緩和によって、当時の官僚たちは、みんな大反対したんですね、高橋惟喬の考え方に。高橋惟喬は積極財政と金融緩和によって日本経済全体を立て直そうとした。ところがそれ以外の官僚たちは、内閣の人間は、緊縮財政、金融引き締めによって財務省を立て直そうとしたんです。ところが、これだけの危機になるとやっぱり国全体を立て直さないとですね、取り返しがつかないことになるということを高橋惟喬は見抜いてたわけです。で、ある意味高橋惟喬は日本中を敵に回して、金融緩和と積極財政を断行したわけです。で、じゃあケインズの場合どうかと。ケインズは世界恐慌を目にして一般理論を書きます。たった一人でマクロ経済学という、分野を確立しました。20世紀の巨人知的巨人を10に上げろと言われたら、アインシュタインやピカソと並んで必ず入るでしょうね、ケインズは。で、ところが、じゃあ、まあ、で、アメリカでは、エクルスという実務家がいて、ニューディールによって高橋惟喬と同じスタンス、あるいはケインズと同じスタンスで救われたんですが、ケインズの出身国である多分イングランドだろうな、イングランドでは、ホワイトっていう論敵がいたんですね。で、ホワイトが言ってるのは、高橋惟喬が、の敵だった、日本中がそうであった、論調がそうであった、緊縮財政、金融引き締めっていうところだったんですよ。で、結局、イングランドでは、ホワイトの論調に、つまり多数決の原理で、潰される形でケインズの意見が通らなかったんですね。そこで通ってればイングランドは立て直せたでしょ。で、結局のところイングランドも潰されていったということなんですよ。で、ケインズは問診していくわけなんですが、立て直せなくて。で、ところが、あと戦後分かったことなんですが、大戦後ですけど、ホワイトっていうのはロシアのスパイだったんですよ。つまり、大多数の庶民層、あるいはよく分かってない人間、問題を洞察できてない人間は、ケインズじゃない、ホワイトに差し込まれて誘導されてしまったわけですよね。で、この2つの例を挙げてみて思うのは、やっぱり深い洞察ができる、バランス感覚を持っている、そして前例にないような、状況把握をして実践できる層っていうのは、この 5% ぐらいの層が限界なのかなというふうに思わざるを得ないんです。5% どころか 1% かもしれない。で、僕がクラスオンクラウドで提供したいものっていうのは、こういった、まあ、今起きている状況っていうのは100年に一度の国難だと言われています。そして、かつての第二次世界大戦が国家間での戦争だったのに対して、今起きていることっていうのは、世代間での、要は時系列で見たところの世代間闘争が世界中で頻発していると。エジプト革命、チュニジアのジャスミン革命、シリア紛争、中国での反日デモ、暴動、韓国でのストライキ、若年エリート層による。で、アメリカでのティーパーティー運動初期。で、そして日本での派遣労働者のデモ。全部に共通しているのは世代間闘争なんですよね。そして世代間経済戦争なんですね。で、こういった危機がすでに起きつつあるて、そしてとどめにおそらく来るのであ あるのが、中国バブルの全面崩壊です。すでに少しずつ崩壊し始めていますが、こういう状況にあってですね、これ非常に不安定な時代です。これは、20年、30年の周期で、の経験のサイクルから、次の一手打てるような状況じゃないんですよね。100年とか150年の周期で社会を洞察しなきゃいけない。で、それができるのは、やっぱり受験勉強だけでいっぱいいっぱいになってるような人間、あるいはバランス感覚が取れていない、あるいは余裕を持ててない人間っていうのはダメだな、というように感じざるを得ないんですね。で、それは繰り返しますが、クラスオンクラウドの中で、まあ頑張ってくれている、まあ勉強、一緒に、勉強してくれている学生の並びを見ていても、そう感じざるを得ないんですね、残念ながら。
で、僕が、提供できるものっていうのは、そういう学生に対してのみかもしれないなと、やっぱりちょっと思わざるを得ないところが改めて思います。もともとそういう傾向あったんですが。で、何もですね、その公共育層、例えばですね、公共育層を全部排除しているというつもりはないんです。ただ、結果的に見てみれば、こういう並びになっているので、まあ、クラスオンクラウドの場合は、ね、必要とされる要素は、まあ、僕が大事にしている理系教育というもの、科学教育、特に数学というものがありますね。で、もう一つは文系の軸である英語、両方大事だと思うんです、僕は。どっちかだけで絶対ダメです。なので、文系科目、理系科目、で、理系に関しては、できれば物理学あたりもガチリやってほしいと。で、さらに英語に関しても、受験英語ばっかりやっててもバカになるだけだという確信があるんですね。東大英語が、優れた入試であるというように言っている、バイリンガル、あるいはアメリカ在住の人だと見たことがあります。で、それだけになってしまったわけね。それも、ある意味では思考訓練なんで、それはそれでいいんですが、ただ、その良い面よりも悪い面の方がやっぱり多いなというふうに思います。で、それを一歩超えたところで、さらに社会を洞察できる。あるいは科目学習外のこと、プログラミングとか、あるいは同じ英語を学ぶにしても受験英語だけじゃなくて、最先端の情、その情報に触れながら、今起こっていることに対して読み解いていく。そのソースがたまたま英語で、それを読み込んでいくことができる学生。そういう学生にいいものを提供したいというように考えておりまして。で、もう一つは、まあ、クラスオンクラウドは、ビデオ通話での少人数指導ですから、この技術に対する理解、あるいはそのイマジネーションですね。これがいかに優れているかということを想像し、実感できる学生でないと、やっぱり無理だろうなというふうに思うわけです。で、公共育成の場合は、学生の必ずしもそうではないと思うんですよ。ですが、まあ多分そういう場合がほとんどだろうなというふうに思わざるを得ないのは、その学生の能力がずば抜けてたとしても、親世代が理解できないんですね。残念ながら、こういうものに対して。だから、それが情けないところでもあり、時代を見通せてないところでもあり。なので、結果的にこうなってしまっているっていうところは仕方がないのかなというふうに思わざるを得ないと思います。で、最後に、申し上げることですが、僕は本当にびっくりしたんですが、つい最近ですね、吉田松陰及び松下村塾っていうものの、特集が、NHK の特番、で組まれてたんですね。で、ちょっと見てみたところですね、吉田松陰は、会沢誠一、水戸藩にですね、会沢誠一斎と藤田東湖っていう、まあ、尊王攘夷論者の、まあ、いわば指導者であり、大元の指導者であり、そして戦略家がいたんですね。で、それをか、で、会沢、特に会沢誠一斎が書いた神論っていうのは、幕末の志士たちのバイブルとなっていました。いわば密書みたいなものです。絶対に外に出してはいけない。でも、ここにはすごいことが書いてある。まあ、実際すごいものだったんですが。で、もっと言うとですね、僕が敬愛する経済産業省の中野武先生がいらっしゃいますが、中野先生が日本思想史神論という本を記されたんですね。つまり、会沢誠一斎の記した神論を抽出して新書にしたものがあるんです。ぜひ面白いので読んでいただきたいんですが、その会沢誠一斎に長州からわざわざ全国行脚して会った一人だとは思うんですが、まあ、大きな目的の一つでしょうね。会沢誠一斎と藤田東湖に会いに行ったのが吉田松陰なんです。で、吉田松陰がやっていたものっていうのは、松下村塾でやっていたものっていうのは、まず少人数指導なんですね。で、クラスオンクラウドと同じです。で、特定のテキスト何度も教えないと。まあ僕は、都合上、理系科目に関しては指定しますが、経済学生セクションやプログラミングセクションに関しては特に設けません。自由なんですね。で、24時間体制で教えると。だから、これは一つのアナロジーでして、まあ寝てる間当然できないですし、学校側の授業中にはできませんが、基本的には対応はいつでもしますよということで、これも同じだと。で、学生とフラットな視線関係、視線なんですよね。で、上下じゃないんです、僕は。学生とは、まあ、なるべく友達気分でいるようにしてるんですよ。まあ、友達気分っていうとちょっと語弊がありますけども、上から目線にならないようにしてるんです。で、5つ目が、
ああ、そうですね。非常に見た学生の数少ないということなんですね。で、吉田松陰が見ていた学生はたった2年間で90人ぐらいだったんですよ。で、僕が見た学生はもう100人ぐらい。まあ僕はそこそこ長く細々とやってますが、似てるんですよね。手広くやってないんです。で、6つ目が、プライベートスクールだ。プライベートスクールって言い方でおかしいね。政府公認、その2年間のうち政府公認だった期間っていうのはたった3ヶ月しかないんです。だから基本的に、アングラな、いわゆる私塾ですよね、の形で始まったと。で、ところが、その中から出てきた幕末の志士っていうのは、伊藤博文だったり、高杉晋作だったり、まあ、そうそうたるメンバーが出てるわけですよね。で、これは僕は、いや、僕が別に吉田松陰ほど賢いというつもりは元はありませんが、器もですね、そっくりだなと。で、もっと言うと、別に斬首させられる、される、気概もないですけどね、僕は。ただ、非常に感銘を受けました。で、自分がやってることは、なんだろうな、正しくないんじゃないかって思うこともしょっちゅうありますが、これを見て、ああ、正しいのかもしれないっていうふうになんか思えたところがありました。すごい数字ですね。90人でのうち30人が指導者の立ち位置に立ったと。政府官僚なり、地方の県知事なり、都道府県知事なり。まあ、すごいところだったわけですよ。で、そういうところに来る人間っていうのは、やっぱり志も高ければ、で、当時、吉田松陰って罪人でしたから、政治犯っていうところですよね。政府に盾ついて。で、最後斬首されちゃいますから、暗殺計画なんかして。まあ僕は暗殺計画なんかしませんが、そういう、ある意味危険人物ですよね、吉田松陰って。謎大きい人物です。で、つかみどころがないということも、その特集では言われていました。で、そうだっていうことを分かった上で、あえて来る人間というのも、やっぱり学生たち、教え子っていうのも、やっぱり相当な器だったんじゃないかなというふうに思うわけです。で、僕は、受験エリートがエリートだとは思っていません。それは念のために言っておきますが、ただ、一貫校の学生で、僕が要求するものは、結構あります。まず理系教育に対して、科学教育に対して力を入れてるんですね。数学は特にそうです。で、できれば物理科学、生物に関してもしっかりやってほしいんですね。で、もう一つは、日本の英語教育っていうのはやっぱりちょっとおかしいんですよね。で、これさっきも言いましたが、まあ、ここで行きましょう。要するに分離のバランスっていうものを大事にしているんです。まずこれを並び立たせるのは受験勉強の枠組みなけでも、まあそれなりに大変ですね。で、並び立たせて、かつそれを超えていくと。数学や物理であれば、科学もそうです。大学レベルのことにも踏み込むと。で、クラスオンクラウドでは線形代数解析あるいは確率論というものを提供しています。で、科目学習外のことにも取り組むと。英語に関しても入試英語だけじゃなくて、海外のジャーナルサイトなんかを積極的に読み込んで、いわば情報戦ですよ。マスメディアの歪みから受ける情報の歪みをそこで外していくということもしたり、あるいはプログラミングなんかを学んで、科目学習だけのところに収まってほしくないんですよ。っていうか、そこで満足してるようなやつは、やっぱりダメなんですよね。でも残念ながら、95%の学生はそうでしょう。だからこそ5%なんです。こういうものに加えて、さらに、先ほど申しました、まあ、情報関連技術に対する理解、僕の方では、まあ、スカイプはもちろんのこと、Google ドライブ、ドロップボックスを使い分けたり、あるいは、ペンタブレット、インクリングや MV ペンのようなものを使ったりします。そして、プログラミングの方では、まあ、アルゴリズムの概念もそうですが、それ以外にサーバーに対する知識とか最低限なきゃいけないですからね。あるいはエディターとか。そういうものの重要性を分かった上で、かつ実践できる、しかもバランスを取った上でというふうになると、そういう内容の敷居は高いですね。でも、こういうことができる学生ならきっと、この100年に一度の国難と言われているような状況、あるいは、次の時代っていうのを切り開いていく学生、には喜んでいただけるだろうなと。
というように確信を持ち得たところでもあります。吉田松陰及び松下村塾の、その実際を見てというところですね、知ってというところですね。ちょっと今回長くなりましたが、まあ結果的に排他的になるのは仕方がないかなと思っています。でもだからこそリーダーっていうものは育つんだと思います。現状、まあ、5% のところにないかなというふうに思ったとしても、なんとか必死にそこのところに食い込んでいこうというような学生を歓迎します。気持ちの強さっていうのは大事ですよね。いや、そして、まあ、理系に強かったとしてもオタクにはなりたくないなと、単なる技術者で終わっちゃいけないじゃないかというふうに直感している学生にも使ってほしいと思います。いろんな科目、取り揃えています。で、1講座1万5000円ということで一律で やらせていただいておりますが、まあ状況によっては割引もさせていただければなと思いますので、どうぞご利用の方をご検討くださいませ。よろしくお願いいたします。今回は上位 5% の学生のためにということで、まあ徒歩のスタンスも含めて少しお話を差し上げました。クラスオンクラウドの鈴木でした。